どうも皆さん、カイトです。今回は例のメトロイドバニア続編がアーリーアクセスでリリースされたんで、その感想を中心に雑談形式ゆるく喋っていこうかなと。カイトレディオの3月号兼4月号ですね。では早速やっていきましょう。聖天の霹靂に任天堂ダイレクトで突然のトレーラーが流れたのは最近のことなんですけど、何よりもびっくりしたのは2024年3月26日に Steam でアーリーアクセス版がリリースされたんすよね。序盤のエリアだけはプレイ可能な短いものでありながら、エンダーマグノリアの雰囲気をしっかりと味わえて、ほんまにやばかったです。もうオープニングだけでもテンション上がって涙腺がうるっと来てしまったんすよね。これドハマりした人はわかると思うんすけど、エンダーリリーズの世界観に再び足を運ぶ、そうそう、こんな感じの BGM 効果音、この薄暗いダーク感と色々と思い出してしまって最高こうだったんですよね。そんな本作はエンダーリリーズで焦点にあった死の雨から数十年後の物語で、舞台は煙の国を中心に描かれる人とホムンクルスの救済を調理師ライラックが目指すダークファンタジーです。ゲーム設計は前作のエンダーリリーズを踏襲しつつ、スキルを組み合わせての多彩な攻撃、レリックによるバフ、敵を倒して経験値を稼いでのレベルアップなど、いろいろ顕在しているのも特徴っすね。ちなみに主人公ライラックの性別は不明なんで、最後までわかんないんじゃないかなと思ってます。前作との違いとしては、スキルをボタンに配置するのと回数制限が廃止され、リキャストタイムだけで無限に使えるようになりました。このおかげでスムーズで敵にコンボをかませるんで、以前よりも倒しやすくなった印象でした。レリックは宝箱で入手するんではなくて、マテリアルエネルギーでドワーフみたいな人にクラフトで作ってもらい増やしていきます。このエネルギーは宝箱で発見したり、その辺のオブジェクトを壊したら発見できるんで、無駄に壊してもめちゃくちゃ意味があるのも面白かった。レリックのコスト上限もアイテムで購入したり宝箱で見つけたりします。ライラック自体のスキルは道中での着せ替えアイテムで増えたり、ボスを倒していくと増えていくんで、攻撃スキルとはまた違った高級的なバフ要素として用意されてましたね。個人的にめちゃくちゃ良かったんが、前作のリリーは全く喋れなかったんですけど、今回は人とホムンクルスが大量に出てくるんで、ライラックとスキルキャラ同士の会話でいろいろ下がっていけるのも、なんていうか情緒がとても溢れてたんすよね。特にレストポイントでは一定の条件下で好きになったキャラとの個別会話用意されてるんも、世界観に没頭させる位置づけとしては十分でした。マジで十分。 BGM は引き続きミリー様ということもあって、どことなく聞いたことのあるようなメロディーラインながらも新鮮味溢れる曲ばかりだったんで、ダークな感じがバリバリに出てたのも感慨深かったです。戦闘はメインスキルノラをベースに、捨てられた剛健少年リト、墓守の巨人ガラムなど、それぞれの固有のムービーが用意されているのも、ちょっとずつ真相をバイナリーヘイズインタラクティブさん特有の見せ方は最高でした。ほんまに最高しか言ってないんだけど最高でしたね。このボスたちにも愛情が非常に湧いてくるんで、お気に入りのスキルを装備して豪華にレストポイントで出現させるも、細かなところの気配りが非常にうまいと言わざるを得ません。今回はスキルそれぞれに固有アイテムを使うことで新しいスキルモーションが増えていくシステムで、モーションが一つ一つ違うものも特徴的です。メインのノラだと初期の剣に鎌、斧と火力や振り速度など違った個性になります。他のサブスキルも同様にパターンが変わってくんで、このあたりも戦略性の幅を意識しているのかと感じ取られました。ボスとの戦闘では回避が必ずしも必要な場面が多いんで、ゴリ押しで勝てないというところも前作同様で、確実に避けては攻撃のヒットアンドアウェイも健在なのも見どころです。ですが、アーリーアクセスでプレイできる範囲のボスはそれほど強くなかったんで、これから実装される難易度調整で優しいが入ったら、ただダンジョンを歩いてストーリーを見るだけになりそうで若干不安でもありますね。でもストーリーを楽しみたいって方にはいいんかな、わからん。続編がこうやって発表されて、アーリーでも3時間ぐらいのプレイでもすごく面白かったんで、正式版にはさらなる期待が膨らみますね。個人的には正式版まで絶対待った方がいいと思いましたが、今回はエンマグがリリースされる前に勢いで出したこちらの動画の中からコメントをいくつか抜粋させていただき、私の感想等を深く喋っていこうかなと思います。エンダーリリーズの続編が出るとのことで、自分もテンション爆上がりです。もちろんカイトさんのテンションが高く気持ち入っててめっちゃいい動画ですし、何よりもコメント数や再生数が1日も経っていないのに上がってて、皆さんも注目してんだなぁと感じました。これすごくコメント来たことにびっくりしたのと、皆さん期待しているん
だなと感じた動画でしたね。ほんまに嬉しくて勢いで作ったのもあって、途中で何言ってるか分かんない場面多かったんですけど、エンダーリリース愛をとにかく伝えようと必死になってましたね。公式の X かな、2022年の6月22日に1周年を伝えるポストで釜みたいなのが見えてたんですけど、この時に続編に匂わせてて、多分この釜がノラが持っている武器なんじゃないかなと勝手に想像してます。わかんないけど合ってるかわからん。続編リリースされて本当に良かった。前作と違ってスチームパンク的ステージですかね。ともかく続編の発表はすごく嬉しいです。スチームパンクに近い機械文明が発達した魔法国家の設定で展開されてるなと感じ取られましたね。 FF6 の例えで出すのがわかりやすいと思うんですけど、すいませんドンピシャ世代なんですけど、 FF4 や FF5 と違って FF6 は機械文明プラス失われた魔法だったと思うんで、それにホムンクルスという研究と受け継がれた汚れという代物のミックスな中二病な世界観ですね。多分メカメカしい描写は結構出てくるんですけど、ちゃんと続編してんなって思いながらプレイできるのは開発者様やってんなって感じました。今バックで流れてるとは思うんですけど、こんな感じのステージになるんで、場所によってはスチームパンクで見えなくもないのがずるい。めっちゃ雰囲気良さそうって買おうとしたけど、前作の話を聞いて高難易度ってことを思い出した。近年のメトロイドバニアはえげつない高難易度ばかりで、買って後悔ばかりだから辛い。正直に言って前作は難しながらもクリアできる難易度だなと感じ取られましたが、まともに初めてプレイしたメトロイドバニアでありえないデス数を叩き出したカイトの言うことなので当てになるか分かんないですね。このゲームをクリアしたら大抵のメトロイドバニアいけると思ってもらって大丈夫です。ブラスフェマスからプレイするのはおすすめしません。コントローラーマジで投げます。ホローナイトからプレイするのもおすすめしませんね。ハリ地獄でコントローラーになります。とまあ初めての挑戦するジャンルのゲームとしてはぴったりかなと思いますが、なんて言うんだろうか、難しく感じるんですよね。あ、わかりますね。探索がうまくいったと思っても無限に湧く雑魚敵に無双されてやる気なくしたり、ボスに全く歯が立たなくて何十回もデスって心折れたりと、でも買った時に脳が焼ける、すいません競馬用語出たんですけど、アドレナリンが出まくるみたいな感じが決まっちゃうんですよね。危ない。これを機会に勇気を出してプレイしてみるのもいいかもしれませんね。カイトも最初は大嫌いなメトロイドバニアが今では大好き以上になってます。ゆるくおしゃべりして第3回目カイトレディオ3月号兼4月号はいかがだったでしょうか。突如現れたびっくりサプライズのエンダーマクノリアのアーリーアクセスのリリースによって、ラジオ動画ではこのことだけについて喋ろうと思っていたので感無量です。本当は一本の動画で紹介しようと思ってたんですけど、あまりにも短いプレイ時間だったので、正式版がリリースされてから改めて紹介動画個別で作ろうと思っています。4月でチャンネルもゲーム紹介としては2年半経ったんで、これからも精進して楽しく YouTube 投稿していきます。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。